春の穏やかな昼下がり、お散歩をしていた五条の後ろ、小さな子猫がひょこひょことついてきてしまいました。ねえ、ダメだよ、ついてきちゃ。にゃーじゃないの。うちは兄者が猫アレルギーだし、お師匠様部屋を汚すとすごく怒るんだよ。八戒に至ってはお前ぐらいの子猫なんてペロッと一口で食べちゃうんだからな。見た目に似合わず大の猫好きな五条は困ってしまいました。もうどうしよう、うちじゃ飼えないじゃん。首輪してる？お前迷子なのか？そうだ、みんなに相談して飼い主を探してあげようなあ、ミーコ。五条は勝手にミーコと名付けたその子猫を家に連れて帰り、みんなに事情を話すことにしました。ただいま帰りました。お師匠様、ちょっとお話があるんですけど。ん？どうしました五条。え？猫？猫？今夜はここまで。また明日見てくれよな。